パパッとできる、シャキシャキのもやしとカリカリのベーコンがおいしい無限もやしをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずフライパンにオリーブ油を熱し、材料 A をカリカリになるまで炒めます。もやしを加え、材料 B で調味しましょう。器に盛り、パセリを散らせば出来上がりです。もう一品欲しい時にさっと簡単に作れる満足レシピですよ。ぜひお試しください。